でちょっとお話し絞ってです、ね、いくつかあの聞いてみたいなというふうに思ったんですけどもあのまずユニクロさんの事例がありましたあの、まあ、その大量生産大量販売で、まあ、お金どんどん儲けていくというそういうモデルからまあ自己否定をして、まあ、ある種の自己否定をして、えー、カスタムメイドのモデルに入っていくんだという話がありましたそれからインダストリー3.0の覇者である GE が やっぱりもうどんどん,どん,どんそのソフトウェア化になりそれでアクセンチャーさんと作ったえジョイントベンチャーもまあ,まあ,ある意味買収というか買い取ってもうどん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 んまさにえーこれ GE の方に伺ったんですけどタービンに山のようにでこうセンサーがくっついててでものすごいデータの量をエア会社にさっきお話あったようにデータを分析して燃費を下げていく。ここの2社に共通してるってことは 成功している間に、まあ、次に合わせて自分自身を変えていくっていうことかなというふうに思うんですがやっぱりデジタルがどうであれグローバルがどうであれ、まあ、普遍的にこの能力を持っている人しかもう勝てないんだろうなと思いますしそのこう変化のスピードっていうのがどん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 速くなっていくっていうのがこれからなのかなというふうにあの改めて今日の話伺あの聞いてて思ったんですけども。 さんあのアクセンチュアのトップというお立場で本当にいろんなこうメーカーさんあの、サービス業さんをご覧になられてると思うんですけれども日本の企業に現状足りないもの、えー、変化に追随するもしくは自ら変化を起こすみたいなところでどうやったら変わっていけるんだろうみたいなところについてあのご意見いただけたらなというふうに思いました。はい、はい、いありりがとうございます。まああのまあ、柳井さんはね、やっぱり非常にトップ リーダーシップ強くて、まあ、あの今のモデル否定してるわけじゃなくてあれでも十分 <laughs> 普通成り立つわけですよで、まあ、新しい変革のドライバーがあるんでそれも対応しないといけないと、まあ、株価も上がってます g 実はジェフ・ェフイン・メルトが CO になった時と時価総額って正確に、まあ、皆さんは上がってないんですね、うん、上がって下がってリーマン・ショックが下がって今大モデルチェンジしてますんで コンサルティング業界のある意味じゃもうベンチマークっていうのは昔から G なんですよ、あそこはいろんなそのデジタルだけじゃなくて、いろんなあのストラチッチビジネスユニットのマネジメントの仕方だとか、あのコングルマネット系だとかですね、常にポートフォリオを入れ替えていくっていうような、もうコンサルタントとか、いつも,もうベロールモデル見てない、でもそれだけやっても、まあ、時価総額がね、何でも評価じゃないんですけども、少なくともあんだけ頑張って、ポートフォリオをチェンジして、 ですね。ですからそういう大きな変化が来た時に多くの企業はどちらかとどん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 衰退してですね時価総額で見ると、まあ、売り上げがあるけども利益だけじゃなくて将来の利益を出す力として評価されてないっていうところがあるんでまあ一つのメッセージは本当にもう死に物ぐらい死に物ぐらいでいろんなことをやってもう 維持するだだけでも大変だとでそんな中それぐらいこう <laughs> まあ柳井さんはね自分の会社ですけども多くの日本のこれ大企業の話ですけどもあのやっぱサラリーマン社長ですんで、えー、人気のところにどこまでチャレンジできるかとでそうすると。 うーんまあ、例えばここのグロービスでもよく出てくるフジフィルムさんなんかっていうのは社長さん小森さん十何年やってますけどもある程度期間を置きながら変えていかないとだめかなでも実際ちょっと話になりますけどね、まあ、実はいろんな会社の新しい新規事業とこのデジタルに変わるようなところのお手伝いしてるんですけどもまあ簡単に言うとですねこれ売上が100億いくまでも見えないから。 もっとそこの数字を上げろだとかどうしたらもっと確率上げろか,かそういう議論ばっかしになってですね気が付くとその同じようなことをやってる海外のベンチャーがもうトラライアンデラー回やっっちゃってるわけですよだからよくまあ,あの教科書的に言うとどれぐらいフェイルする要するに失敗しても,もいいという本当のカルチャーと許容度を日本の企業が持てるのかなと。 特にこのデジタルの領域は早いですし、いろんな部品もものを作るときにあるわけです、ソフトウェアも含めね、3D プリンターも出てきてるわけだから、極端に誰でもできちゃうところだったら大企業っていうのは早くそれを実験する場として、もっとスピード感を持っていかないとだめだなと思いますけどね。ありがとうございます。で、一方で現実的に見ると、例えば日本のその強いと言われていた製造業というのは、まさにそのインダストリー3.0のまあ、 ででもあったわけですよねでそうするとそのインターストリー3.0時代の完成力みたいなものは、まあ、それはそれで大きくてでここしっかりしたものを大量にちゃんと作るみたいなことっていうのが、まあ、まさに時代と今現状としてはそういうものっていうのはすごくまだたくさん求められていてでなかなか変わりたくても変われないみたいな部分もある中で何かその何て言うんでしょうま,まさにリーダーシップっていうこともあるでしょうし あの強い意志みたいなこともあると思うんですけども何か例えばその経営の仕組みみたいなものとしてあのこう例えばさっきのガバナンスみたいなお話もあるかもしれませんし意思決定のメカニズムみたいなこともあるかもしれませんがやっぱり日本の企業としてそのまあ割とその個性なりリーダーシップの強さみたいなところに行きがちなことをもう一回なんかこうサイエンスというかですねマネジメントサイエンスに戻すとすると何がその変われる企業と変われない企業で。 どういう状態に持っていったら日本企業まだまだ持ってるものはいいんだから戦えるよっていうなんかこうポジティブなメッセージをえー少しこう考えていただくとするとどんなイメージになりますかねまあこの領域に関しては既得権とかまたはそ,のそこで結構うまくいってる部門新しくじゃあサービスだとかえ成果結果に対して事をコミットするようなところに変わろうっていうふうに。 やれてるとこ多いんですけど、やっぱり無理なんで、別の会社作るとか、外でやった方がいいと思いますよね。もうゼロから作る。これで難しいんですよ。それと、簡単に言いますけど、これ実は部門横断的になるその会社もね。だから、物作ってる会社もあるし、ソフトやってる会社もあるし、またはその営業部分もあるんで、これがね、日本の会社はね、お互いを遠慮しちゃって、なかなかできないんですよね。だから 外にあってまあここでもよく話したら、佐山さんってウィルっていう会社があるんですけどもスピンアウトスピンインモデルっつって、もうそこの会社、いいネタがあるんだけど、その会社に入れてると優先順位も低くなっちゃうから、一回、外に出して、それはシリコンバレーでもヨーロッパでビーからつって、もし成功したら買い,なす買い戻しなさい、もちろんプレミアムを払わないといけないけどっていう、例えばそういうモデルで、で佐山さんには僕言ってるんです。 ね、世界じゃいらないんだよねと <laughs> そんなそこまでせしなくても辞める人は辞めて会社作ってあと買ってくださいって戻ってくるわけだしそうすると本社からできるだけ物理的にも遠いところに別のエンティティ立建てちゃうみたいなことっていうのは一ついいかもしれないですねそのとおりですねありがとうございますで次なんですけどもあの今度個人ということで考えた時にですね もうちょっとあの、あそこでお話聞いてて、ああ、これからますます変化のスピードが速くなるなと。でもまあ、そうは言っても僕も何歳だし、とかですね、えー、今まで持ってきた専門性みたいなのもあるし、とか、まあ、これから先の生き方みたいなこともあるしと、と、まあ、いろんなことを思った個人として方結構多いんじゃないかなというふうに思ったんですけども、これから先本当にまた変化がどん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 加速していくような世の中において、 えまあここにいられる方もビジネスリーダーもバリバリでやっていらっしゃる方これからリーダーを目指そうとする方たくさんいらっしゃると思うんですけどもこれから先こういう時代になっていくときにどういう能力開発なりどういう,こう能力を身につける努力をそれこそ必死こいてやらないとだめよとえほどさんからご覧になって思われるかっていう今度企業側行ったんで個人側の話を伺いたいなと思うんですけどもまあい今その。 まあ私とか我々の会社から見るとすごいスペシャリストというか専門性がすごいディープに分かってないといけないでも深く分かるってことは全世界何がどこで起きてるかっていうことを分かったディープさなんですねだから今例えばデータサイエンティスト実は足りないけどもさっきのセキュリティの話で言うとアメリカでは70万人のセキュリティの新しい職ができると日本でも23万人できるっていうことなんでやっぱそこってこう技術 に深くくくだけじゃなくて、自分のその技術が特に日本は世界でどこに通用するかっていう常にベンチマークっていうか他流試合含めてやっていかないとあの世界で使われないディープになってしまうとでねあとこれ私ももう毎日勉強しないといけないしですからこの。 ついていくだけでも、も,もちろん、その例えばコンピューターの専門誌とかよ、ちょっとこのあんま読んでなかったです今もう、読んでないとついていけないんですね、もう AI はもうあと,あとその半導体の技術が進んで、それとか、そのバイオチップだとかですね、だから、あのもっとまあ、この年になってくると、いろんな人と会えるんで。 マネーージャー今日もねあ,のあるドイツの自動車部品メーカーのトップですんごいコンプレックスにな難複雑になってきたとその技術がどんどん進化するしその,あのその応用もいろんなとこで応用されてると例えばそのそこの会社はその車のですねこのこうティルトっていうかこう制御する あの技術があったわけですすね傾きがあった時にこう戻すっていうでもそれってその技術はスマートフォンに全部大体入って自分たちの会社だ,だから車だった技術がスマートフォンに入ってるわけですですですからあの部品もいろんなところで,おで今それまたどっかで他で使えるんじゃないかとかでやってることで業商談的な知識もやらないといけないし技術の進化のスピードも見ないといけないそれともう一つはお金儲けもちゃんとしないといけない 利益上げないといけないいいととけどさんのようなお立場の方でもコンピューターの雑誌から読みあさらないと話についていけないとで,す、ね、うでもますますそのマネージャーに求められることっていうのは増えていくと思うんですよねでこれがこう顔顔で顔を見て毎日マネジメントできるコミュニケーションできるっていうことからいや実はこのプロジェクトやってて実際に会ったことないんだよねと。 まあ日本にいてインドにいてシリコンバレーにいてプロジェクトチーム世界各国で一回もリアルで会ったことありませんみたいな。でもその中でネットだけ使ってリーダーシップを発揮してコミュニケーションして。 で、今度は場合によると AI がなんか考えて AI は AI でなんかこう意見というかこう結果出してくるみたいな時にじゃあそれどうやって使うのみたいなことも含めてもう本当にマネージャーがやらなければいけない仕事ってなんかちょっとこう尋常なレベルを超えてくるんじゃないかなっていうような気もするんですけども例えばなんかこうアクセンチュアさんの中で人をこうトレーニングするみたいなことですねあの差し支えない範囲で教えていただけたらと思うんですがなんかそういう時代に向かって何かその人のトレーニング方法をこうこんなことをやり始める 始めてるとかあのことやり始めてるとかってあのおっっおしゃっていただける範囲の中で今日の一つのこれまあ日本の国も使ってデータ駆動社会になっていくということで、まあ、従来の経理マンだとか営業マンもそれにデータをこう読み解く力もつけないといけないでもデータサイエンティストっていう職があるじゃないですかでもデータサイエンティストってもちろん論理的にいろんな分析するスキルも必要なんですけどもあとコンピューター どういう能力を持ってるっていうその部品がどういうのがあるか。でもうちの連中にはですね、あとね、英語のスキルってコミュニケーションスキルですね。ていうのは今その例えばデータサイエンスでいろんな世界に起きてるいろんな文献とか英語でやってられるんであとその実際それを使ってあのユーザーの声も聞けないといけないんですね。だからずっとバリバリってこう行動したりそれをやってぐるぐるシミュレーションしてるだけじゃなくてそれは実際 リアルでどう使ってるかっていうことでコミュニケーションスキルって非常に重要なんですねそこは普遍であると、えー、やっぱり英語と、まあ、言語操作能力という意味と、まあ、本質的なコミュニケーション能力でお客さんから本当の本音どうやって引っ張ってくるのみたいな部分のそこは2つやっぱり特に今この領域は海外の文献もうロシア人も英語で書くし中国人も英語を書いてるし まあ基本的にその自然科学の論文でも本当に90何パーセントが英語っていう世界なのでまあそこに行かざるを得ないということがもちろんいろんなあの便利なあのソフトウェアツールありますけどもはい、はい、ですからまあ英語とそのコミュニケーションするそ,その海外の人とこうそれをこう語り合うような。 とも重要になってきてきますありがとうございます。じゃあ、私から最後にですね、あの、さっきアクセンチュアさんの仕事は、クライアントさんと一緒に、こう、将来をイメージする力を、やっぱり、が大事なんだっていうフレーズがあって、思わずこう、メモを取ってしまったんですよね、将来をイメージする仕事と。で ユニクロさんとのビデオなんかもまさにそういうことかなというふうに思ったんですけどもそのまさにどういう世の中になっていくんだろうとかもしくはどういう世の中にしていきたいんだろうっていうようなその構想力というかなんかこう大きな絵を描くみたいなことっていうのはものすごく大事な力になるかなというふうに思ってるんですけどもあのもう本当に世界を代表する企業のトップとして程さんが何て言うんでしょうねご自身の能力開発としてそのまあ 雑誌を読むとかコンピューターの最新の知識ということではなくてもっとこうビッグピクチャーを書くというかまさにこう政府のコンサルするみたいなお立場になった時にそうどんな能力開発をされてらっしゃるのかなというのを教えていただきたいなと思ったんですがあの、まあ、一つはですねあのちょっとさっきもあったんですけどもその 世の中おかしいよねと一ユーザーとしてなんでこんなに自分の医療情報も持てないしもらうときにこんななんかすいませんくださいって病院に頼まないといけないっておかしいよねってありますよねだそういう基本的なおかしいよね発想は皆さん持ってると思うし、まあ、日本人はあんまり敏感じゃないんだけどそのグローバルアジェンダってあるんですよ世界の,その貧困の問題もエネルギーの問題水の問題ってこれすごい特にヨーロッパはいつも議論されてるんですね。 だから自分の目線であるこれおかしいよねって逆転の自分から見たらこういう業界にしてくれたらこんなによくあるのねまたはこんな世界的な課題があるのに日本はその課題全然無視して全然違う方向に行っちゃってるねとかっていうそのビッグピクチャーは実は結構もういろんなところから。 働いてるしそれこそこの前 GoogleX のアストロっていう所長と、ね、ラ,ンチランチ食べる時間があったんですけども,もうあそこも本当にいろんな、ね、社会的課題から今プロジェクトルーンズって新興国にコネクティビティを与えるために作ったし。 彼いわく3年前にもう自分たちの中では自,あの自動運転はもう終わってるんだと <laughs> 何をどうやってやればってもう分かってると。あとは規制だとか我々がそれを望むか望うないかともうあ,のあれはだからまあグーグルの原業部分にいっちゃってますけどもそういう先端的なだから彼なんかの発想もそうなんです何の世界的な問題があるかと。 今一生懸命ねあのもう書いてありますけどもこれもねリ,リサイクルしてるだけじゃなくて食べちゃえばいいとこれ自身もそういう素材本当に真剣に考えてますしそういう意味ではやっぱりそのまあ例えば CSR みたいな業界だとそのグローバルコンパクトだとか ASO26000 だとかでやっぱり世界が言っているもう本当に世の中が言っているグローバルなことが言っているみたいなアジェンダに ちょっと鈍感ななんんじゃないんですか日本人はみたいなところももしかしたらあるのかもしれないですよね。そうなんですよねあの、まあ、すごい敏感あのよくやってる方もいますけども総じて特にエリート層っていうのが鈍感かもしれないですね。あの他の国はねみんなねそれに敏感だとそうじゃないですよんですけども他の国を引っ張っているエリート層っていうのはそういう世界のプログラムイシューっていうのを結構。あの マインドに持っている人いますしい<や>まあそこにちょっと市場主義とかあの資本主義の,この偏ったところのぶつかり合いですけどね儲け主義と今どっちかとそうじゃなくなってきたじゃないですかもう儲けるよりもっと、ね、世の中のためにみたいな部分いの少なくともそのビジネスリーダーになろうとかやっぱり会社で多くのメンバー引きようと思うんだったらそういうところにもこうちょっと目配せをするみたいなそういうセンスは 必要だと。そういう話ですね。はい。